やってまいりました。円蔵先生教えて男と女の経済学のお時間です。久しぶりにこの番組に戻ってまいりました、後藤理沙でございます。よろしくお願いいたします。ようやく、中心人の MC を担当してくれる後藤理沙が戻ってまいりまして、私安心しております。マダム美智子です。よろしくお願いします。そして円蔵先生、はい、久々に理沙さんと番組ができて嬉しい円蔵です。よろしくお願いします。忙しいわけじゃないんですよ。数ヶ月ぶりですよね。忙しいわけじゃないのに。3ヶ月ぐらい。3、4ヶ月ぐらい。寂しかったわよね。マダムと2人でなんか結構早かったですよね。なんでその言い方を褒めてたらね。あれなんか覚えてるんですよ、きっと。今日はどんなお話を。そうですね、昨日実は渋谷を歩いてましたら、街頭演説をやってまして、はい、まあ、都知事選でね、まだ都知事選の前なんで、で、まあ、小池さんが話してたんですが、やっぱりトークうまいなっていうか、オーラありますよね。あ、そうですね、あれだけやっぱり、まあ、度胸があるというか、まあ、だから、その他の2人の方の、ね、候補とは全部組織をバックにして、小池さんもともと防衛大臣までやった方だけど、その所属してる組織からの支援は受けられずに、孤立無援の戦いって、まあ、そこがまたかっこいいですよね。かっこいいですよね、なかなか男の人でああいうふうにできる人っていないですよね。結局男ってしがらみが多いんで、組織とかの締め付けが弱いじゃない、に弱いじゃないですか。だから今回も結構ね、組織がダメだよって言ったら誰も応援に来ないし、一人だけね、応援してる気合いのあった方もいるんですけども、だからまあそこら辺、なんか小池さん見てると、その政策は別として、そのまあ一番なんか背水の陣かなっていう感じがしますよね、やっぱりその覚悟がかっこよく見えるから支持、まあ現実にね、投票でどうなるかわからないけど、支持っていうか人気っていうのにつながってるんですよね。まあ、そういうところもあると思うんですよね。で、僕が思ったのは、やっぱりなかなか女性の、まあ、国政では大臣ってたまに出てきますけど、はい、総理大臣いないじゃないですか。ないですね。で、まあ途中にもしなれたら、まあ、県知事とかいろいろやってらっしゃる方、女性はいっぱいいるんですけど、はい、で、トップになるとやっぱり他の県とは違うので、一つの国ぐらいの大きさなんですよ。そうですね、ちっちゃい国と同じぐらいの予算もあるし、はい、で、そうするとその女性の手腕がね、すごく期待されるし、今世界は女性の指導者多いですからね。本当にすごいですよね。誰がいる名前はすぐできない。間もなくね、アメリカでもしかしたらなるし、ドイツ、はい、ドイツのメルケルさん、ね、女性です、もう17、18年やってますよね、長い長期政権ですよね。あの方もなんか分かんないけど、安定した存在感がありますよね。ですよね。過去で言った鉄の女の方とか、イギリスはサッチャーさんが鉄の女って言われてて、はい、また氷の女って感じなんか女性って鉄とか氷とか指導者出てくると結構あんまりな、表現の仕方っていうのが、でもそのくらいのインパクトが女としてはあるよっていう、そういう意味なんですね。だからどうなんでしょう、女性がやるからにはやっぱりそもそも女性、今政治なんか男社会じゃないですか、特に日本なんか、はいはい、その中で女性が来ること自体が、さっきの組織のあれじゃない、支援じゃないですけど、はい、まずもう政治の世界に入ってくるだけで孤立無援みたいなところがあるのかなみたいな気がしますよね。すごいな、想像できないね、そういう男社会的な、まあ特にね、日本、その中にポッとこう入ってって、何百何千っていう人を動かしていく弾力を持っていないとね、それがすごいなって思いますね。性別とか関係なしに戦っていかなきゃいけないですもんね。まあ戦うっていうより、自分の言ったことに対して OK をもらって、でそれを推進して生かせる力よね、自分だけが上手いけんってね、
走ってもしょうがないわけでしょ、うん、そうですね、だから相当な、なんだろう、胆力もあれば度胸もあれば包容力もあるし、もう男とか女の領域を超えてるんじゃないですかね、うんうん、っていうことですよね。だから他の例えばお芝居とかそういうね、あれだと女性と男性のそのパートというか、役割って違う、あれあるじゃないですか。だからなんか私たちの世界っていうか、まあ、例えば俳優さんと女優さんってなったら、はい、女であることを最大限生かして、生きてるっていう、まあでも結構内心男だったりとかってよくね言われますけれども、でも一応その役割としては女性であることの美しさだったり、その外見的なことだったり言動だったりっていう、その美しさで俳優さんは男としてのっていうところの魅力を前面に出してるんで見せてるわけですから。小池さんもね、子供産んでないじゃないか、結婚してないじゃないか、だからそんなこと分かるわけないわよっていう、その判断の仕方ってやっぱりすごい狭いと思いますね。じゃあ殺人 を、ね、犯した人の気持ちが私たちは分からないわけだから、何でも経験しなければ分からないっていうものでもないから、もっと違う形で今の日本をどうしていくか、まあ、状況をどうしていくかっていうことを考えられる人として、まあ、こういうペターンが立ってるわけですよね。イメージとか想像力の豊かさっていうところにもつながりますよね、うん、もちろん経験してらっしゃる方が思いつく見方っていうのは違うのかもしれないですけれども、まあ政治家もね、全てを経験するのは無理なんで、人によってそれは違うんで、ただそう考えると、いかにそのほら、指導者って自分が全てやるんじゃなくて、それにふさわしい人をこう任命してやらせるっていう組織を作るというのもあるじゃないですか。だからもし小池さんがお子さん産んでないんだったら、その経験のある方をそうですね、お育てつければいいし、そうわけだから、そんなことで決めるんじゃなくて、総合的に何をどうしていくのかっていうことの方がね、それはもう男と女関係ないと思うんですよね、他の方だってそうです。でもマスコミはなんか男女関係のこととか、なんかそういうことを取り上げてますね。必ずなんかそこに行き着きますよね。特に男の場合はそれが疑問になって、なんか裁判官様でも週刊文春さんよくやってくれますが、でも最近の文春の切り込みすごいですね。すごいですね。昔からまあそういうね、だから新潮と文春はそうだったけど、もう一歩リードしてますね、まだもう書かれたじゃないですか。いや、私ずいぶん昔、まず結婚した時に、まあ、いろんなところが女天一号なんて書いたところもあったんですよ、なんか山野さんっていうところが、まあ、その頃は巨大な組織として美容界では、でそこに私が嫁に行って、なわけないだろうっていうことを書かなかったのは文春ですよ、とってもね、よく書いてくれた。だから身長もよく書いてくれましたし、あんまりそういう意味では叩かれてますよね。現在の方がいろいろ言われてます。息子は言ってますから。まあでもまあでもやっぱり芸能人枠ですからね。文化人のつもりなんでございます、ね。まあ文化人なんですけど、やっぱりなんとか芸能人の領域もあれなんで、やっぱりそうすると。やっぱり芸能人の方の方が叩かれちゃうところってある一般論としてありますよね。かわいそうですよね。芸能人の方と政治家叩かれますよね、やっぱり。叩かれますよね。大丈夫ですか、芸能人の方。全然芸能人枠じゃないので大丈夫です。芸能人じゃないの。全然の。でもさっきの話に戻りますけど、なんかこう世界をリードしていくトップに女性軍が出ていく可能性高い、そうですね。今だからドイツのメルケルさんと、今度イギリスの首相が女性になりましたよね。で今選挙戦やってるヒラリーかトランプかって言って、ヒラリーさんになったらアメリカもそうですよね。で米英独でしょ、先進国で、ね、でフランスも来年大統領選挙なんですけど、ルペンさんという女性が立候補するんで、まあ、この人がもしなったらフランスもそうなんで、すごいですね。で比較的北欧というかスウェーデンとかノルウェーとかあそこら辺なんか割と多かったんですけど、あと、まあ、オーストラリアも、3代前の首相は女性だったんですけど、アメリカとかイギリスとか
ドイツとかフランスとか大きい国で女性っていうのはやっぱりあれですよね、やっぱり最近の傾向というか。それはなんででしょう、どこかダメな感じです。スキャンダルで、あのスキャンダルで、クリントンさんいる。いやでもね、スキャンダルやばい人は政治家にならなきゃいいと思うんですけどね。だって暴かれちゃうじゃないですか。いやだから過去が暴かれる場合もあるけど、そうなってから起こしてしまうっていうこともあるわけだから、なってからしょうがないけど、過去そうだったら出ない方がいいじゃないですか。いやしかしそうですね、男と女の問題っていうのは面白いからね。面白いですよね。どうしたってゲスのなんとかなっちゃうけれど、まあいろいろ政治の問題もね、それは熱く戦うんだけど、男と女の話って単純に言ってね、面白いってなっちゃうでしょうか、世界中どこでも。だから日本はダメじゃないですか。フランスとかだと多分これ結構大丈夫、女性の多分スキャンダルであの政治生命なくなるってことはあんまりないと思うんですけど、あの日本はダメですよね。日本はダメですね。なんでこんなにまああのうるさいのかっていうぐらいに叩きますね。もう少しね、他のことで叩いてもいいと思います。そう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 、政策とかね。ね、男と女の問題はあんた人のこと言えんのかっていうようなところ。特にね、マスコミの人はみたいな。あるじゃないですか。だけどそこをするとみんな迎合してっちゃうっていうか、うん、ね、良くないっていうふうになっちゃうじゃないですか。だってまあ一応男と女っていう人種がいて、まあいろんなタイプが増えてきましたけどね。うん、そういう中で女の人がリードしていくっていうのは私としては興味ありますけどね。後藤理沙さんはどうですか。そうですね、そうですね、私ね、偏見があってね、もうちょっと若い時はやっぱり男の人じゃないとダメじゃないかってずっと思ってたんですよ。そうですか、うん、そうですか、うん、まあある程度そう、でもその下に女の人がいることによって、その女性のパワーでそのリーダーになる人を押し上げていくぐらいなものがあるとバランスが取れると思ってたんですよ。ところがもうだんだん逆転して、世界ではね、女の人が男性のパワーを使って自分を押し上げてリードしていくっていう世の中に変わったっていうのは、男と女のなんていうんですか、生き様がどうなっていくのかなって非常に興味を持ちますよね。うん、だってサッチャーさんだってものすごい旦那さん協力してますよね。うん、そうですね、私も自伝も読んだし映画も見たんだけれど、やっぱりあの何て言うんだろう、自分の妻がやろうとしてることに対しての夫として支えていくというのを割り切ってね、日本の男って割り切れないでしょ、割と。そうですかね。焼き出しなんじゃないの、日本の子は。そうかな、そうでもない人もいるんじゃないですか。奥さん働いて今の若い人のね、そう方針なんて、もう奥さんが働いてくれるんだったら、じゃあそれもいいかなぐらいの考え、でもその辺がまだ育ってくるまでには、政権を支えるとか、やっぱり政治を統括してやっていくっていうまでは、育つまではまだ時間かかるもんね。今小池さんだって60何歳だから、これでまあオリンピックまでもしまあそういうのを乗り越えてやったとしても、もうね、その後っていうのはどうですかね。まあ、そうですよね。4年間やって68、70ですよね。そうするともう一期やっても72なんで、まあそこまでね、都知事で終わり、おそらく終わりですよね。まあ、それは覚悟でしょうね。まあ本当は総理大臣になりたかったかもしれないけど、ちょっとその道はね。まあそうですね。だから。でもちょっと行方わかんないですね。わかります、官としては彼女はなるか、もうお二人のうちどっちかって思います。男と女っていう意味では、まあ、どうですかね、そのなんていうのかな、やっぱりさっきなんで女性がっていう話になったんですけど、あの男性が来た場合、2人の人って組織をバックにしてますよね。はいはい、ってことはおそらくその議会 の, その同じ勢力とこう結託するって言ったらあれですけど、そういう要は過去のしがらみから抜けられないと思うんですよ。それに対してあの組織をバックにしてない小池さんだったら、過去のしがらみを立てる可能性もあると思うんですよね。そこにこう望みがかかっていくっていう、要は、だから今のままでいいとみんな思ってないわけなんだから、あいつは何か変えてほしいと思ったら、やっぱり小池さん行くかもしれないですよね。ただ、
やっぱり都知事の権限でかいけど、やっぱり議会も民意なの で、 そこと当たるとものすごいガチンコになっちゃうと物事が進まなくなっちゃうので、そこをどうするうまくするかですよね。だから一種のこう出ていくかっこよさもあるけれど、やっぱりそのどのくらいの人たちが彼女を支えてくれる男性がね、いるか。いや議会でも個人としては多分小池さんを賛成の人が多いと思うんですけど、組織のほら締め付けがあるとダメかもしれないですよね。だから組織っていうのは良くも動くし悪くも動くし、まあ切った張ったの超アンバックになっちゃいけないんだけれど、なんかそういう意味では盛り上がってますよね。話題性もあるっていう。参院選が大したことなかったから、都民は都知事選の方が相当儲かってますよね。まあスキャンダルが出てくるし、まあいろいろびっくりする。じゃあスキャンダルですね。なんか残念っていうか、もう情けないっていうか、がっくりね、来ちゃいますよね。だけど世界はやっぱり男と女で、まあいろんな方もいますけれども、回っていると。でそれによって経済も変わってくるんでしょうか。まあ、結構変わると思うんですよね。やっぱり女性が社会に進出すると、だから今ほら保育所が足りないとかって、あれもし女性が働かないで子育てだけしてたら、まあ、保育所いらないとは言わないけど、それほど切実な問題にならないじゃないですか。だから非常に変わってくると思うんですよね。そうですね。なんかもうもっとこのお話聞きたいところではあるのですが、早いものでもうお時間になってしまいまして、また次の回でもこの続きなのか、また新たな話題を遠藤先生が持ってきてくださるのか、ぜひぜひ楽しみに、また見ていただきたいと思います。本日はこの辺りで失礼させていただきたいと思います。ではまた次回の見方も楽しみに。ありがとうございました。皆様、番組は楽しんでいただいてますでしょうか。さてここで私後藤理沙が出演する舞台の告知をさせていただきます。10月7日8日の2日間、大井町キュリアにて SNTK 第3回公演にゲスト出演します。第1部は座長である元宝塚男役のさつきりせさん、そして元歌舞伎の小山半之丞さんが男女逆転でお届けする痛快喜劇。第2部は豪華絢爛日本物のレビューショー。日本大学芸術学部の OG を中心にゲストである元宝塚男役の甲斐沙春さんと私が加わり、 OG3 人が宝塚の世界をお届けする場面もあります。詳細は SNTK の情報ページまたは後藤理沙のブログをご覧ください。もちろんチケットも受け付けておりますので、ぜひ皆様大井町キュリアンでお会いしましょう。お待ちしています。